先月山形市で山形経済同友会の検証事業である2022明るい山形 MVP 賞の表彰式が行われました。この賞は1年を通して県民に最も明るい話題を提供した個人や団体に贈られるもので、山形経済同友会の会員投票によって決まります。投票の結果、今年度の MVP 賞は高校生のデジタル人材育成に取り組む山形 AI 部運営コンソーシアムに贈られました。山形 AI 部とは、高校生に人工知能 AI を学ぶ機会を提供するデジタル人材育成プロジェクトです。今年度は県内外の高校24校およそ150人の生徒が参加し、プログラミングや AI を導入している企業への訪問、成果発表会である AI 甲子園などを通して AI 学習に取り組んでいます。この AI 部を運営するのが産学官連携の横断組織、山形 AI 部運営コンソーシアムです。立ち上げから3年目、現在は民間企業60社、地方自治体14団体、県内3大学がプログラム実施のためのコーチの派遣や運営のための人材支援などを行い、高校生の学びを支えています。2020年にこのコンソーシアムはスタートして、山形 AI 部という面白い組織の中で、産学官勤というところのしっかりとした応援体制もできていて、その中で高校生たちがのびのびと AI について学んでいるという点が大きな評価点ではないのかなというふうに思っております。先月の MVP 賞の表彰式には、運営コンソーシアムの松本新和会長が出席、鈴木代表幹事から賞状と副賞が贈呈されました。暨団体は設立以来、高校生の AI 人材育成と若者の県内定着就職促進を目的に、先駆的で多彩な活動を実践しております。こうした取り組みは全国的にも注目され、地域振興にも大きく貢献していると評価されました。山形にデジタル人材を増やすということはもとよりですね、やはり山形の高校生の この学びを地域連携で支えているという、そういった点でも大変全国から注目を浴びてございます。この活動の輪が広がりですね、山形県民の明るい山形づくりにその関心が高まり、また意識が高揚することにも多大なる貢献をしているということで、大事なのはこれからだというふうに思います。今この支援の輪が広がることで、このプログラムの受けたい、学びを進めたいという高校生がこの県にもたくさんまだまだいるということなので、ぜひですね、この活動の輪を皆さんの力で広げていただければなというふうに思います。まずはこのご受賞を機に、この活動を活発にまたさらにサステナブルに続けていただきたいというふうなことを心よりご祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。受賞を受けて松本会長にお話を伺いました。この取り組みに共感してくださった方々が、なんか手伝ってくれた。で、もともと現場というか生徒たちには学びたいというなんか欲望みたいなものがあった。それをなんかみんなが手伝った。なんとなくそれがどん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 大きくなっていって共感が広まっただけなので、なんか誰かが何かを成したというよりかは、世の中に必要なものに気がついたんで、みんなやろうよって声をかけてみんなが集まってきてくれた。なんかそれだけなので、でも伝わってほしいと思ってるんで、この取り組みを、そういった意味ではすごくなんか嬉しいし、ありがたいなと思ってます。この3年間振り返っていかがですか？ちょっと本題と違うかもしれないんですけど、
山形の温かさを感じたっていうのが率直なところで、特にですね、教育現場は、感動の日々というか、その先生は教えたいとか、なんか新しいことを伝えたいという願いはすごい強いんだけど、働き方改革とか残業してはいけないとか、いろんなやるべきことがあって、もう手が回ってません。しかも学ぶ時間もない。でも社会はどんどん変革していってて、それに対応しなくちゃいけないという、なんかすごい、なんていうんですかね、健全なる焦りみたいな。でそれをなんか解決してくれるんだね、じゃあ僕ら全面的に協力する、ごめんね、何もできないかもしれないけど、でも協力するみたいな、なんかむしろなんかありがとうっていう言葉が返ってきて、なんかこの人たちって本当にその子どもというか生徒たちのことを一生懸命考えてるんだなっていうことに触れることばっかりだったので、その温かさっていうのがすごく印象的だったな。あとこの3年間の中でやっぱ感じたのは、コロナっていずれ終わるよね、だから待ってようというのと、変化に対して適応していこうっていう人たち、この温度差っていうものを私はすごい感じたんですね。だからこそ、そのデジタルという押し寄せてくる波に対して子どもたちに学ぶ場を作ってあげなくちゃいけないなっていうのをより一層感じて、それを大人に理解してもらって変えていかなくちゃいけないとかって結構感じたりしましたよね。子どもたちの変化ってどう感じてますか？教育って大人が子どもに教えるという固定観念をなんか早く取り除いた方がいいだろうと思っていて、子どもから学ぶことっていっぱいあると思っていてですね、特にこのデジタルって彼らの方が使いこなしちゃってて、で日常になっちゃってる。ネイティブですもんね。そうなんですよ。で我々はそこに難しいかなとか、いろんな先入観があったりして、まあそういった意味で彼らにとってはなんか身近で、大人にとってはものすごく遠い存在。このギャップは解消してあげないと、仕組みを作るのは大人なので、これはなんかいかんなっていう、ずっと思ってますね、そこはね。とは言っても AI ってやっぱり数学みたいなものに少し関わってくるの でプログラミングってどっか難しいって先入観あるんですよ、やっぱり若者の中にもあるんですね。なので我々はそれを1年間語らないんですね。だからプログラミングではなく、まあ今流行りのノーコードローコードみたいな形でデジタルと AI に触れるっていうことと、あともう一つ数理だから、数字と理論で考える大切さみたいな。だから若者とかにはそういうふうに、そのプログラミングとかなんか難しいっていうことを思わせないで、1年間デジタルと AI に触れてもらうっていう敷居を下げて、2年目以降にようやくなんか難しいことをちょっとやるみたいな、そんな工夫で、はい、やってはいますけど。この山形 AI 部は多くの産学官の団体が参画し、高校生を対象としたデジタル人材の育成を行っていることや、山形だけでなく全国的な広がりも期待できる取り組みであることなどが評価され、去年東北経済産業局が実施している東北 DX 大賞支援部門で最優秀賞を受賞しました。なんで山形ってそんな暑いんですかって他の人たちが言うんですよ。ですごいみんな調べてるんですね。で皆さんが一番びっくりしてたのは、民間と行政と教育が三位一体になってるって何事なんですか、接点がないんじゃないですかっていうのに対して、三者が一体となって若者を支援しているという、なんか最近山形熱いぞみたいな。また山形経済同友会としても、 AI 人材の育成のみならず、若者の県内定着就職を促進している観点などから、その趣旨に賛同し、設立当初から活動を支えています。デジタルイノベーションですね、これを推進していこうということは、山形経済同友会、我々の基調方針の中にも謳われておりまして、新年度令和5年度もですね、このイノベーション推進のためのいろいろな勉強だとか事業をですね行っていく予定をしておりますので、まずは実は山形 AI 部っていうのは、
初期の頃からですね、山形経済同友会が関わってここまで来たということがあってですね、これは大変山形経済同友会のメンバーとして誇りに思っていいことだと思うんですね。ですからコンソーシアム の中核 のメンバーとして山形経済同友会関わっておりますし、また会員の方々がですね、そのコンソーシアム の役員としてですね、入っていろいろ運営のこう計画を立ててくれている、また運営自体をやってくれているメンバーもおります。会員企業がスタッフとして入ってですね、活動に参加している例もあってですね、いろんな形で関わっていけると思いますので、これからもですね、ぜひ今トップ走ってるかもしれませんけど、差はあんまりありませんから、もっともっと先頭を走ってですね、いい刺激を県内と県外に与えていく。ですから活動と同時に情報発信もしっかりやっていきたいなというふうに思います。実は私もこのコンソーシアムの一員で、ずっと3年間高校生の成長を見てまいりましたけれども、とにかく我々と違ってですね、高校生の成長ものすごく早いです。なのでこの輪がですね、どん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 全県に広がっていって、もう数多くの高校生がこの最先端の学びを得られるように、どん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 この活動が広がっていけばなというふうに思ってますし、将来的にはデジタル人材ナンバーワンぐらいの、日本で一番ぐらいの地域になるように本当に期待しております。はい、コロナ禍でのスタートということで、どうなのかという不安もあったんですけども、かえってやはり AI というものを学ぶ中では、そのリアルじゃなくてもこのコロナ禍リモートでも十分その学ぶことができるということで、こういった新しい技術というのは都会からどんどん広がるのかなという中で思っているたところもあると思うんですけども、自分たちにもできるんだという中で、やはり徐々にこう自信がついてきて、でその中で1年目2年目繰り返し学ぶ生徒さんの中で、本当に全国で活躍できるぐらい の生徒さんが出てきたということ、先輩が出てきたことは、これからの後輩たちにとっても非常に自信になるんじゃないかなというふうに思っています。表彰式に続き、松本会長が山形 AI 部の現在と将来展望と DX が進まない企業への提言と題して講演しました。それがなんか共通の目標に向かって、大企業は製造業といっても物を作るのはもう1割2割です。8割の作業は情報を作ってます。どんなものを作ればいいかという情報を作ることに7割8割の時間を割いていると。一方中小企業はいまだにですね、物を作っているところの比率が多く、物を作るための情報を作る時間というのは少ないと。これ皆さんも自分の仕事に当てはめてほしいんですね。社員とかにいろんなことをデスクワークしてます。で、何らかのアウトプットを出します。パワーポイントとかエクセルとか、それが別のセクションに流れていく。そうするとそのセクションの方はその情報を受け取って仕事をする。で、また情報を吐き出す。それは最終的に皆さんが提供しているサービスとかものを作るためにつながっていくと。要は最終目的を実現するための情報を作るというのが私たちの仕事になってきている。なぜデジタルが重要か。なぜならば情報を作ることが私たちの仕事になってきているからです。あらゆる産業において、このパラダイムの変化ということを気づいているか気づいてないかというのはすごく重要だと思っています。松本会長は世界の中で日本のデジタル競争力が低下してきていることを示した上で、デジタルに強くなることが1人当たりの1時間当たりの生産性の向上にもつながると述べました。その上で若者のデジタル人材育成を目指す理由をこう語りました。私はですね、このデジタル社会時代というのは知の序列が変わるだろうというふうに思っています。大人が子供に教える時代は、終わったとも言わないです。ただ新しいものに関しては大人よりも若者の方が知ってるので、若者が大人に教えるで全然いいんじゃないかなって。いや、そもそも知の序列って必要ですかって。知ってる人、分かってる人が年齢関係なしに伝えればいいですよね。そう思います。なので
高校生行っとこうというふうに、まあ、行き着きました。また山形 AI 部を設立した理由について、デジタル人材の育成を通じて山形県の GDP を上げようじゃないかと、まあ、人を育てる何のためか、いやもちろんそれは経済だけのためではないですよね。でもあえてそこはあれもこれもじゃなくて、まあ、ここにフォーカスしようというふうに、まあ、考えて取り組みを始めてます。ただこれだとちょっと総論っぽいので、もうちょっと手触り感のある目標を掲げようということで、まあ、詳細化したのはこちらになります。このページは3年前に作ってから一度もいじってないものです。ずっと同じものを使い続けてます。ゴールは若者の AI 人口、あるいは女性の AI 人口を、まあ、山形の AI 人口をですね、全国でトップにしようじゃないかと。で、山形のデジタル力向上に貢献したいなと。で、数値としては下の方にありますけども、人材若年層っていうところに若者の中で、まあ、50名ぐらいですね、まあ、出せたらいいなと。で、 AI 部の子たちがですね、地元に就職していけば、まあ、AI 使える子たちが入っていくので、まあ、任せられますよね。まあ、場合によっては仙台に行くとか東京に行く、あるいはどっか別のところに就職する若者も出てくるかもしれない。でも私はそれでもいいんじゃないかなと思ってます。むしろ重要なのは一旦外に出て戻ってきてもらうことの方がいいですよね。たくましくなって。で、教育って時間がかかるけど、 AI って用意どんでこの前始まったばっかですよ。だから今全力で頑張れば圧倒的に上に行ける可能性がある。さらに松本会長はデジタル化を進めようとする企業に対して提言しました。私はですね、デジタル化をするんだったら第一歩はデジタル人材の育成だと思います。内製化ですね、これが重要だと思ってます。もうダントツに日本はその人材育成にお金を使ってないんですね。やっぱ自分たちの売上の 1% は毎年人材育成に使うとか、そういうことが私は KPI だと思うんです。で、採用で人が取れない取れないって言いますけど、うちの会社は年間これだけ教育にお金使ってますって言ってみてください。若者って成長に貪欲なんですよ。自分が学べる環境を探してるんです。ここに入ったら成長できると思ったら知名度じゃないんですよ。デジタルにこんだけ投資してんだ、じゃあこの会社未来あるなと思うんですよ。で、世の中はものすごい距離どんどん変わっていってます。デジタル社会に生き残っていく、勝ち進んでいくための武器を持たせてあげることが教育、大人の仕事であるならば、それをデジタルがわからないからといって足踏みしてしまうんではなく、思い切ってどんどんやってあげる、そのことを全力でやるのが大人の、まあ、生きる使命ではなかろうかなというふうに私は思っています。で学ぶ高校生たちの成果発表会 AI 甲子園が今年も3月21日に開催されます。参加校の一つ、ここ山形市立商業高校では、8人の部員が本番を前に準備に追われていました。今年度の AI 甲子園では、生徒たちは画像の認識精度を競う共通課題のほか、各校が独自のテーマで AI を駆使し課題解決を行う選択課題に取り組みます。山形商業では校内にある食堂の売り上げアップをテーマとしました。これからも美味しい食堂行きたい。いただきます。食堂ってもの、なんか慣れ慣れしい方がいいですかね。慣れ慣れしい方がいいですか。言い方言いたくないですかみたいな。難しいね。難しいね。これからも去年実際に経験してみて、去年山椒では天気の予想をする AI を作ったんですけど、今年はちょっと特色ある AI を作ろうってなって、その商業を活かせるような探究テーマを考えた時に思いついたのが、その食堂の経営を手助けするっていうことで設定しました。食堂利用に関する生徒へのアンケート結果や、食堂の日ごとの売上データなどから AI を活用して需要予測をし、
食堂の売上改善や食品ロスの削減、人気メニューの効率的な提供などを導き出すそうです。 AI 甲子園、本番は3月21日です。みんなの意見を吸収して AI 甲子園でいい結果が出られるようにこれからも頑張っていきたいと思います。山形商業では山形の将来を担う人材の育成という観点から AI 部の趣旨に賛同し当初から参加しています。自校だけでなく他の高校の生徒たちと一緒に学ぶ横断的な部活動である AI 部は生徒たちにとっても刺激になっているようです。実際にこの AI とか触ってみてやっぱまあ作るのが難しかったですし、そのアイディア出すのも困難だったんですけど、この部員たちと考える時間とかが楽しくて、そうなんで AI 部に入ってその AI 作るのが楽しいなって思いました。この子どもたち、まあ、生徒たちもですね、他に別の部活動にも参加して集まってきてるんですね、まあ、同じ目的を持って、でいろんなグループワークを通して一つの目標に向かってチームワークで、新しい、まあ、あのことに取り組むと、これはもう社会に出てからもまさに必要なことなので、それを高校時代に体験できているということで非常に意義深いというふうに思っています。コンソーシアムの方々のサポートがあって、学校の外のですね、金融の方々 のチューターと呼ばれるあの指導者の方がいてですね、本当に助かっています。まさに社会に開かれた教育課程というのがありますが、その本当実践している例だというふうに思います。あのこの AI 部で学ぶ子どもたちにはどんなことを一番こう感じてほしいなというふうに松本さん思ってますか。なんかタガを外してほしいというか、僕たちはこの年だからこれぐらいなんだとかっていうなんか相応みたいなものではなくて、なんかやろうと思ったらできるんだとか、そのスピードとか到達点はまあ誰かが決めるもの、要は親が学校が決めるものでもなく自分で決めれるんだっていうような、その無限の可能性があるタガを外してほしいっていうのがまず一つありますよね。あとはこの AI 部ってその合同部活動みたいな形で、だから省内の子たちとこの山梨内の子たちが場合によっては同じオンライン上でつながっている、そのなんか時間と空間を超えてつながっているっていうものをなんか大切にして、もっとなんか交流の輪を広げるというか、場合によってはその後やり取りして仲良くなってもらう、で行くかそこに場合によっては他県の子たちがかかってくるんだったら、で個人的には行くかそこに海外の人たちをつなげてみたいと思ってるので、毎週水曜日午後3時から5時はなんか世界中の子たちが集まってなんかオンライン部活動で AI 勉強してるみたいななんかそういう世界も見えてくる、うん、その自分のなんか世界観を広げてほしいなとかっていうのちょっと思いますよね、うん、この AI 部どんな将来を未来を描いてますか。まず目の前の話で言うならば、山形県の、まあ、全ての高校の9割に、まあ、AI 部を作って学びたいっていう若者には、まあ、均等にチャンスをあげたいなっていうのが、まあ、一つ目ですかね。で二つ目はですね、まあ熊谷さんもそうかもしれません、女性の方が働く場をですね、活躍する場をもっとなんか積極的に作っていきたい。でやっぱりそのどうしてもその少子高齢化の中でやっぱ子どもってどんどん増えてほしい、で子育てに入ったなんかお母さんがその後とか、あるいは女性がなんかどういった場で働くかっていう中で、この若者が学んだプログラムを若干アレンジしたものを女性の方が学んで、でその子育て終わった方がもう一回社会でっていう時に時短で自宅で高付加価値のある仕事、それを AI を通じてデータ分析するとかっていう、そのきっかけをなんか作ってあげたいな。だから2つ目はその女性の社会進出活躍のまあ機会としてうまく成長させていきたいなっていうのを思ってる。で3つ目はやっぱりその甲子園
で山形で始めたこの甲子園をやっぱ全国規模にしていきたいなと。まずは東北ブロック大会とか、あるいはその全国大会とかで、場合によってはさっきもお話したようにその海外の部活動をなんか作っていって、なんか世界大会みたいな、でそのなんて言うんでしょう、その聖地みたいなものが、まあ、その山形で始まったみたいなことを一つ文脈として作ってみたいなっていうのが、まあ3つ目ですかね。山形で始まった取り組みが今全国へと広がりを見せています。産学官が連携して学びを支える山形 AI 部の活動にますます期待が高まります。各企業がですね、もっともっと協力していくということがですね、すごく重要になるなというふうに思いました。で、参加することによって企業のメリットっていろいろあるって今日お聞きしたので、そこもですね、やはりしっかり認識をした上で、参加してくださればいいなというふうに思いましたね。全国の企業さんの中から、方からですね、山形の高校生ってのはこんだけ優秀なんだという中で、山形に熱い視線を送っていただき、ないしは山形で、さまざまな企業を工場出すとかですね、そういったものも含めて山形を向いていただけるという意味では、山形にとっての大きなチャンスだなというふうに思っています。今まさに人的資本に、ね、投資をする時代です。我々地元にいる、まあ、企業の代表としてもですね、高校生、社会に出る前の大事な時期の高校生といろんな意味で共同をする、共感する、そして未来を一緒に見ていくというあたりが非常に大事な考え方になると思いますし、企業としてこれから教育にどんどん投資をしてですね、いずれ関係人口として、あるいは直接 UI ターンで山形に戻ってくることを大いに期待しております。